キーロフは、ロシア中東部の都市、ヨーロッパロシアの北東部、ウラル山脈の西側にある、キーロフ州の州都、ブヤトカ川の下半に広がり、河口を持つほか、キーロフ駅は、シベリア鉄道の主要駅の一つである。モスクワからは東へ約 900km、最寄りの都市キーロボチェペツクからは西へ 22km。人口は2009年の時点で464,069人。 2002年、全ロシア国勢調査では457,578人。1781年までは、フルイノフ。1934年までは、ブヤトカと呼ばれていた。1934年に、革命家、セルゲイ・キーロフを記念して解消された。セルゲイ・キーロフにちなむものとしては、他にもロシア海軍の巡洋艦のクラス名、キーロフ級、ミサイル巡洋艦などがある。 キーロフのスパスカヤ通り、ウラル山脈のすぐ西にある古いのフの取りは12世紀末には、ノブゴロド共和国の商人によって建設され、さらに虹ニにニノブゴロドからの住民が、東のジョチウルス領内へ入植する過程での、全焼ともなった。1374年の文書では初めて、町として、古いのフという地名が登場する。 14世紀から15世紀の古いの府は、ニジニノブゴロド公国に属する町で、ニジニノブゴロドからは、離れているため大幅な自治を謳歌していた。ロシアの古い町同様グレムリがあり、2メートルほどの高さの壁で囲われていた。1489年には、古いの府は、イヴァン三世の遠征により、モスクワ大公国に併合され、辺境の防衛拠点となった。しかし、 火山を中心に勢力を誇っていたタタール人の火山半国に征服されたこともあった。タタール人は古いの符をフルンと呼んだ。復活大聖堂。広報のイタリ生産者大聖堂ともども、ソ連時代に取り壊された古いの符は古くから農産物の集散や工芸品作りで栄えた。近郊のディムコボ村で作られる土星の人形や笛などのおもちゃで知られ、 現在でもディムコボ人形やブヤトカ人形などと呼ばれる。町の最古の建築は、1689年に、遡る5つのドームをいただく生新序、終身大聖堂である。1781年には、古いの府は、ブヤトカと改名された。1796年、エカチェリーナ2世の地方行政改革で、ブヤトカ県が新設され、 ヨーロッパ・ロシア北東部最大の町であったブヤトカは、その県都となった。一方で18世紀から19世紀のブヤトカは、流刑地でもあり、思想家、アレクサンドル・ゲルチェン、建築家、アレクサンドル・ビートベルク、風刺作家、ミハイル・サルトイコフシ・シチェドリンら反体制派の行為の人物がブヤトカへ流刑にされている。19世紀末には、シベリア鉄道が開通し、 その重要な駅が置かれた部屋とかには工場などが集まり始める。1917年から1922年までのロシア内戦ではシベリア鉄道上の要衝である部屋とかは赤軍と白軍との戦場となり街は大きく破壊された。1934年12月1日に共産党の指導者であったセルゲー・キーロフが暗殺されると同年12月7日 彼の故郷に近いブヤトカ市は彼を記念してキーロフと改名された。1991年のソビエト連邦の崩壊以後、市名をブヤトカに戻す提案もあったが立ち消えになり、現在に至っている。ディムコボ人形キーロフ市街地、キーロフの聖パンテレーモン聖堂キーロフは、シベリア鉄道などが通る鉄道の中心地で、さらにブヤトカ側の港もある水運の中心でもある。 1943年にはトロリーバスが市内に開通している。同じ年に路面電車も運行を始めたが、今は運行していない。ソ連崩壊以後のキーロフの道路事情や交通事情はかんばしくない。キーロフ河川港は1990年代以末に破産し、船は他の地域に売られるなどしている。キーロフの空港はポベディロボ空港であるが、 1990年代に閉鎖され不定期便のみが運行していた。2003年から2006年の夏季には複数の航空会社がモスクワ行きやクラスのダール行きの路線を開設しようとするなど再開の機運が見られ、2006年以後は地元の航空会社がモスクワ便を運行している。工業は機械工業が中心で自動車製造、電気工業、電子工業、 金属工業、木材加工などが盛ん。20世紀の初めより、この町は重要な工業の拠点とされ多くの工場が立地した。16世紀以来の同人形作りでも知られる。キーロフの劇場広場の新年の飾り付けキーロフには、複数の美術館、博物館、劇場、大学等が所在する。モスクワ法学アカデミーの分校、ロシア教育アカデミーの分校、 モスクワ人間学、経済学研究所の支部などがあるほか、キーロフ医科大学、キーロフ農業アカデミー、キーロフ市販大学などがある。プラウダ市の記事によれば、キーロフでは双子の出生率が特に高いという、ありがとうございます。